モザクマの特徴ですね、本当に。受けたまわり。さすが日本一、やり込んでる音が違う。これからの男です。これからのプレイヤー、モジャ。しかし、月明かりも、そうそう、負けてられは、負けてるわけにはいかない。じゃあね、心で負けたら終わりやで。行きましょう、2回目。月明かり VS モジャ。ヤングリーダー。画面の人が入れ替わる。暴れて、捕らえて、ラインを返す月明かり。いいですね。なんとか熊相手に立ち回りを作っていきたいが、ラスト。ちなみに熊というキャラは逆切れの程度が必要ですので、そういうペルシマ重ねる系のセットプレーを完全に無効化できます。キエやナルカミユ、そしてシャドウラミスト、ペルシマ重ねる系のオフィシャルが一旦シャットモードできるのが熊というキャラの経験です。体力リーダーここで無駄熊だが、この体力守っていきたい。先にバーストしたモジャ達成バースト、いいですね。おっと絶好状態、ガードができないから気をつけて寄ってきたけど、その後はお互いのクリフマがブレークしてしまう。下っているがガーキャン切り返して、おっと裏からエレンワンダンス中段蹴ったよ。まさかのボコスカーバレ、そしてバーストガードトマホークまで大事なんだ。クマボーサー、まさかのボコスカーバレ、真似しちゃダメだよ。ダイラウンド、はい、だものを投げながら実体演出して、さて上からタライが降ってくる。これはガードした。しかし裏表がすごい目まぐるしい展開。一旦落ち着いてダメらしい。とりあえずおっと EC ペータルカウンター、これ危ない。クマの華麗なコンボが失敗。ああジャンプキーカウンター、ここはジャンプキーで締めて重ねていく。逆切れ押さない引き上がり、我慢する、我慢するが我慢していると投げが通ってしまう。こういうゲーム、おっとおっと、なんやなんや、満身か、出るか。最後は 2D、 しかし決め切っていった。勝ったのはモジャークマ。いやさすがに強かった。 T シャツも可愛いんでね。さて行きましょう、2試合目、肉まん VS モッケー。おっとモッケー試練の時、肉まん VS モッケー攻撃青切符。東海地方知恵最強決定戦を経て上がってきた、上がってきたやつがルーザーやけど、肉まん VS 関西三大管理使いモッケー。関西三大管理使いモッケー、家山下さん見てる、あと FAB さんとか見てる。ワンピーガーがモッケー、ツーピーガーが肉まん。管理知恵は管理がゼロ吐くほど悲しい戦いです。あなたを鼓舞してくれ、受けたまわり。いや、しかし、モッケーなら、モッケーなら、なんとかしてくれる。王座防衛なるか。見ていきましょう。ルーザーズベスト8 2000年、モッケーバーサス、ニクマン。攻撃青切符、全国上位64名に名を連ねている東海地方。ニクマン知恵、おっと。いいですね、ゴシゴリ、落雷で。だが人気体制、反応が素晴らしい。ボコスカ自由からと思え、これは重なっ、おっと微妙な重なり方、引き出し通っちゃった。関西の感じはここで落雷します。知恵はその場置きはですが、落雷完全通ってエレンダブルチャンス、ジャンプビーうまい。防衛一発確認から耐えてまでつなぐ、帽子に指耐えカーブ、そして SP バスター、流れるような連携。第1ラウンドモッケー、ワンジャンプカウンジャンプリー、これが強いんだ。ジャンプ落としてボコしてみて固めて前押して強気、右に重なった。ここはボコしてみて
下段フリーズラスが下段から残したで補正を切ってファーストはオッケーから体で受けて次のラウンドショートハンドまでこれで一時バースト温存して第3ラウンドに繋いでいく。さて肉まん、これはこの試合展開で読んでいたか。第3ラウンドジャンプキージャンプキー上からジャンプキー当て返す。ここに球団頭部しゃがみ確認から G の点これは受け身が取れる。ジャンプキー身体重素晴らしい。足からいいジャンプキー重ならないが逆切れ逆切れチャージスタートする。低空逆切れ隠せ逆切れ来た来ない来た思っただが来ない裏ダッシュを通すドラゴンで逃げたけど A で止まってワンチャンない。 C からジャンプへ押すね。これジャンプへ通ったさあワンチャンスジャンケンアグレスラーいや、あれ勝手に勝てるのかジャンプで最後ジャンプに。さて、1試合目は東海の雄青木プチエ、肉まん。ちなみにあの様子見してたらディークシで勝てるんで、あの無敵のある投げでゲージがなかったんでディークシしか、様子見ディークシしか勝てませんけど策はあります。あなたも、あなたの受けも、あなた受けたまわりました。2試合目、肉まんがこのまま決めきるか、モッケー返していけるか、関西三大漢字使いモッケー、集中力高い、何も反応してくれへん。さていきましょう、第2試合、モッケー VS、肉まん。まずは立ち回っていくモッケーながら、OC で押し返す、いいですね、だが、ボコスカ、きっちり合わせていく、これ重なった、ゲラガード。ユーザーガードから EB は間に合っていない。おっとジャンプミカウンター。さて掴んでしまえば漢字のターン。読み合いカット1人始まった。逆切れ読めなかったか。肉まんのターン。ユーザーガードおっと読んだった。 EB はこれはジャンプしてないと潰せない。体力5名。おっと逆切れ2回使って確定に入っていく。肉まんここ2つ目少しのこれ逆切れ喧嘩やっちゃった。おっと反撃近い。美味しいです。一旦肉まん下がる。アグレアスラガードが間に合った。ジャンプリーからダブル手を見たが刺さらない。青体力が消えた。ジャンピーカウンター。ああ拾えない。これがね消えていくってことだ。拾いにくい。ゲラン通ってはいはいショートアウト。さすがの感じ。体力は1500。しかし最後はジャンプリー肉眼が取ってリーチ強い。このチーム強い。2ラウンドゲランが通るからの中でゲランが通って2回目中段。これが厳しい。おっと肉眼のミスからの逆切れガードやっちった。オペいますよ。 P4U は覚悟のゲーム。死ぬ覚悟のあるやつだけが逆切れ個性。下段どうする。あーやっていった。下段だけラストジャンプからオッケーワンチャンス。危ない危ない。スピードラゴンあれが食らったら死んでしまう。ジャンプ欲しい。ケータルからワンチャンス欲しい。キーミータイプ許していかない。これが東海最強チームが勝ったの。肉まんあの木系がやられるとは。ちょ後でのじあいやろうぜ肉まんくん。さていきましょう。3試合目コト VS 桐生。あらららあらららあらあららら。コト対桐生。いやー身内戦か。関西地方ペルソナが結構地域的に盛り上がっている地方の一つに布施セガアリーナ、布施セガアリーナという店舗があるんですが、どんな身内店、布施が身内店、布施が身内店、布施が身内店です。ステマ布施が身内店。時計誰、時計ごめん動画内時計落ちてました。誰やったっけこれ、この時計誰やったっけ。はい
あれ。何かの経営を果たされた方のみ。さて 1P はこと優秀神話 2P が桐生エリザベス。あなたを鼓舞してくれる方のお姿。伏せが対決過去ステマ、伏せが対決過去ステマでございます。全伏せが勢が振り向いた。いやー、身内戦だけにね、大量に応援が来ております。受けたまわりに。誰、文字合いの神宮寺を信じるのが書いてくれてんだけど、俺勝ちますよ。さあ行きましょう。 1P 側がこと頭くん有給神話 VS 2P 側桐生エリザベス、ラビリス VS エリザベス。おっと、いきなり 5B で弾き飛ばしてイージタイプ、イージガード危ない。手ペルソナ2回潰した。でも投げ暴れ、ダメ足競技状態。そして完全恐怖を決め、どうすんのこれ。あー、逃げし入店ですね。投げは読んでます。投げてワーマーバースを奪っていく。あ、バースト、覚醒バースト、覚醒バースト、ペルソナの手を見ていく、覚醒バースト。だがジャンプし潰した。抜ける、逆切れ抜ける、いろいろあった。持っていきますよ。 P4U は覚悟のゲーム、死ぬ覚悟のあるやつだけが逆切れをこすれる。第1ラウンドはこと第2ラウンド、伏せがれやれ、伏せがれやれ、そんなステマが、そんなステマが飛び交う。伏せがれやれ、伏せがれやれ、便利やなこれ。伏せがれやれ、投げが通る。いや、伏せが安泰やなこれ。今そう、で逆パン、逆切れ抜けるから、あ、画面見よう。トトさん、トトさん、画面見てくださいよ。トトさん、画面見てください。さあ、ポンセ、はい、逆切れ、ボコスカ、もうじゃあ、相手は死ぬ。いやー、これは画面見てなかったね。第2ラウンド、ヒル取って、第3ラウンド。ちなみに7000とか簡単に取っちゃうんで、エリザベス、こういうなんやろ、ラスボスっぽいキャラクター性になってる。逆切れ、あー、こすっちゃうか。持ってみよう、ペルスナ 4P4U は覚悟のゲーム。覚醒入った。ジャンプキーが繋がって、ワンチャンス、食べて、ボディの投げが通って、ワンチャンス、これダメだ、これあかんやつや。はい、どうすね、これ。はい、バースト。いいですね、ナイスバースト。ナイスバーストです。さて、体力5秒、5C、巻き込んだ、ミキガード。今、投げと暴れ崩しの2択です。2B タイプ。いやー、でも最後はテクニック見せました。対空 2B から、きっちり。1戦目は飛竜。少しね、身内戦の読み合いっていうのも、投げの応酬、投げに対して 2AC という、そんな応酬が繰り広げられる。さて、2点目。もう AC、そういうの、AC。一番可愛いキャラ、何なんことね。一番可愛いキャラ、何？ユキコ、お前。じゃあ、なんでラビリス使ってんの？ユキコ、弱すぎた。お前、死ねよ。ほんと。行きましょう、2試合目。ユキコの方が強いし。さて、2試合目、コトバーサス。おっと、キリュウがジャンプリーで掴んで、さらに補正を切っていく。ガルループと思ったの、残念、補正切りでした。逆切れ、なんとかかわしたけど、これあかんやつやで。はい、逆切れしてもダメ。さて、コンボで死んだところ、補正切りしていった。おっと、キリュウ優しい、ワンチャンス与えちゃう。逆切れ、あるんか。バースも使っちゃう。でも、ワンチャンじゃん、これワンチャンってやっちゃう。はい、補正切り失敗。でもこれ赤いやつちゃう。これ死ぬんちゃうの。ほら、出ない。でもやり直して。よ、こういうね、コンボミスの応酬もね、大会にはよくあること。大事なのこと。大事なので。今、赤いやつって3回言いましたけどね、第1ラウンドで。8か3回逃す。
さダイナウとココスカは PKK でかわして、ああこれ赤いやつだね、赤いやつだね、はい、この奥攻めで奥攻めで、ああやったー、暴れつぶつぶしに、あおおコンボミス、コンボミスからのワンチャンスが生まれる、コンボミスからワンチャンスが生まれる、 EB 対決うまい、今がうまい対決で重ねて下段が通る、猛獣は黄色だけどワンモアバーストからもう一回猛獣、いやーいいですね、ナイスこのスキル、これで 1-1、 これで 1-1 だ、この身内対決どちらに軍配が上がる、ちなみにエリザベスさん体力7500しか出ません、7500ということは、5B が当たった後に E 猛獣が当たると愛が死にます、こんな感じです。まあなんやったらエイジスリフレクターが貼られた瞬間にダートが当たって相手が死ぬぐらいです、体力的には。スタート勢はあの上園さんに言って例えるなら受けて回ります。あとはなんやろ、あのあれあれ、何かが起こる予感がするぞ、そう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 、そう、そんな感じ。さあ行きましょう、身内対決3試合目、勝てば上がっていけるが負けたら終了、ことバーサスキル、どっちね、どっちね、ジャンプ B から、あ、タナと食べてヒーガル、あ、あれコンボ繋がってないけど、おっと 2AC、 これ赤いやつやけどバーストが間に合った、なんとかバーストが間に合った、ガード、いやだな、これ届かへんやつやで、ガード、いやー、全てのものの魂の戦い、この曲大好き俺、ワンチャンあるが、下段ガード、デビー、来た、ワンチャンス、バーストがないんで、あー、逆切れ、恐怖状態、いいね、花火からそういう補正切り、あれ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 、これ赤いやつや、 D 猛獣まで第1ラウンド2個、あれ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 、身内対決ってやつか、第2ラウンド、うん、なんか知らんけど補正切りやってたら相手が勝手に死んだ的な、ミキガード、だからこの位置は合心対決で完全勝負を決めて、さあどうすんのこれ、はい食べちゃう、ゲームセット、はいビーマハラジバイビーマハラジバイ、あれはねそういうもんです、感電強行機でもしょうがない、第3ラウンド、さてファーストインではこと、まずは2ミタイク当てて刻んで焼き切れしない、中段ガード、うん、ちゃんと崩した2ミ、うまいですね、からの投げるバンマーバースト、これは全然大丈夫、残ってる長く投げ、勝ったのはコト、いやー火力で押し切りました、勝ったがラビリス、エリアでしたね、すぐ死んじゃうんでね、さあ行きましょう、ベスト8最後の試合、藤田バーサス太郎、またか、また東海か、もう止まらない、ベスト8代表試合、藤田バーサス太郎をお越しください、さあ太郎バーサスドライエース、ちなみに太郎くんはペルソナやる前はどういうゲームをやっていました、グレイブルートが太郎が 1P、 1P 太郎です、グレイブルートがやってました、グレイブルーか、別に残念じゃないよ、 1P 側東海勢、東海最強陽介、あ言っちゃった、もういいや、当てる当てる、大体東海最強陽介、大体東海最強陽介、いや首を切ってたんでいいよえこれより強い陽介が東海にはいる、マジかよ、さあ行きましょう、ルーザーズベスト8第4戦、太郎 VS 藤田ドライエス、まずは遠距離戦、空中ダッシュの逆に防衛差し込んで初手は陽介、
やっちゃった。だが間に合う、ガードが間に合う。暴れすぐじゃガード、すごいな、キレッキレや。この陽介キレッキレ、コーヒーカウンターバースト、トリが立ってジャンプギーから裏表、さらに投げる、やべえやべえ、キレッキレすぎやろ。暴れ、あーそんなコンボない、危ねやすな。クダイが刺さってるだと、マジかよ。第1ラウンド太郎、いやぶっちゃけ俺こんな様子見たことない。この様子やばい。まあさっきのジアリ勝ちましたけど、第2ラウンド2位から、さらに連携に行く。じゃあボコスカガード、ボコスカ出てこないね。ジャンプリーガーサレ、藤田のターンだが、ここは逃れていく太郎。刻んで裏 A、B の裏、すごい不正切りしていくが何も起こらない。でも勝ち込んだ、こういうから逆切れチャージ、あ、コンボミス、もっぺんチャージ、もっぺんチャージ、ちょっとこれ当たるのか、当たるのか、あーやってきた。安いけど安くねえよ、安いけど安くない、くらい当たる、残る、投げが通る、いいですね。いちいち、どうしたどうした、やばいやばい、魂の戦いになってきた。第3ラウンドどうすんねこれ、バーストラインで一瞬で陽介死んじゃう可能性がある。相打ち、ジャンプキーカウンター、取り切れない、ルーンで逃れる、空投げからの毒がついちゃうよ、体力が減ってから気をつけて、暴れ潰し、補正を切りながらもう一回で、もう一回毒がついちゃう。いいえ、刺して、ここでワンツー、ガルタイン出さない系男子、刻んだ、そして中段、すごい、でバーストよね、完全バースミー、すごいな今の、かけ RC 中段からのバースト読み、やばいやばい、こんな様子マジ見たことない。攻撃は赤キープ持ってたっけ、太郎くん、太郎くん赤取ってたっけ一回、あ、なるほど、赤は取れてない、あんまり出てない。こういうプレイヤーがね全国にゴロゴロいるんですよこのゲーム。さて2戦目、太郎 VS スッカー、まずは D から固めて、ゴブ状況からゴキレ攻撃、さらに不正義の集団ボコスカタッチバースト、コーシーで追い返す、お返り願う、ただエリアル、これはスライジネ、ゲージョンゾン、ジャンシー、おお、すげえすげえすげえ、ゴエ差し込んだ、これはまだ決まりますね、ガルダンまで。いや、もっぴん言うけど、この様子やばくない、ほんま、まあ俺のジアで勝ちましたけどね、第2ラウンド。いや、この様子がマジやばい、でも本当、うん、から、重ねていく、刻んで、ケンタラフかわした、さすが、ムーンから投げ、ジャンプに読んでいる、さて始まった。この絵からボコスカタック、バスト、それを食らうわけにはいかないわ。ジャンプリーから刻み直し、ただのもう一度腰にし、うまい、直がジャンプへ、直前ガードジャンプへ、おっとやりすぎたが、やりすぎのボコスカもうまくいっている、確定、どうするか、滑空がうまいですね、本当、太郎。滑空という特殊テクニックが陽介にあるんですが、滑空精度が素晴らしく高い。といった瞬間にする。ブレイブルーズ、これだからよ。固めて、ムーン、おっと、キンバースト、あ、出ない、アグレッシブなブレイクなし。さて、ペルソナブレイク、逆切れ、チャージ、あ、これダメだね。はい、はい。あー、コンボミス。
逆切れ、でも燃えた。これ赤いやつだ。いや、終わった瞬間、こっちがあるよ。吉原藤田。それでは藤田。右対決。逆切れが潰れる。から、ここっすか。やっちゃった。まあまあ、ダメージ軽く取って。ジャンプでいいから。近づくチャンスを伺う両者。近づくチャンスを伺う両者。逃げガード、でももう一回逃げ。かけから、区内まで確定。チャージ、投げるだと、ノーマル。空投げ。バースト。コンボ見捨てるけど大丈夫。問題ない。家から、これどうすんの、殺しきらない。これはまあね、あ、区内まで。勝ったのは太郎。はい、いろいろと突っ込みどころある試合でしたが、流れで太郎。さあ行きましょう、ウィナーズベスト4。ウィナーズベスト4。の前にドグラ来て。華麗に4連勝。さて、ウィナーズベスト4、1戦は1試合目、ジュニアバーサスバンババン。ジュニアバーサスバンババン、お越しください。あとドグラ、あれドグラさん、ドグラさん、はよ。あと、バンちゃん、試合、バンババン。ジュニアバーサスバンババン。さて、バンババンとドグラが来ました。おそらくソフォー談義でもしてたんでしょう、これ。あ、うん。あ、はい。ペルソナ能力は心を寄せる。心が絆によって満ちる。確か関わり、絆を育む。あなただけのコミュニティを築かれるのが喜び。あなたのお姿とその分身。ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。さあ、知恵対ラビリス。この牙城をぶち壊せるか。皆さん熱帯してると思いますけど、ラビリスってなんかキャラ分布多くない？僕は結構当たりますラビリス。さあ、始めるからね。ここから。さあダウン。あそっちね。これは見えない。たまらずバースト。さあ、着地。逆にね。これは重ならないですか。当たりの半分奪って。まだ削るためにもない。ネガティブがついている。ついているのはバンババン。さあ、ワンスコンボ入らない。さあ、逆に全体フレーム20です。カウンターから。いい流れ。確定前。どこまで減る？かなり減った。さあ、これは？グラン？と、これは捕まえた？さあ、暴れている。後見つけられたいの？今と？さあ、ゲージ 100% 強いの？足を詰めよう。さあ、ダウンから次に。おっと、バスト。さあ、離して。100% あるので、とりあえず EX。もっとハンドアップからする。さあ、ループする。さあ、逆にね。落ちるよ、準備。準備。柔軟化されるライカバーン。よかった。脱税前。これは？まだ残る。さあ、あーと、チェーンのペルソナ壊れている。あるのか？ゲラン
感じのやつだな。あとたまらずバスト、何を当てる、何を当てる、ゆらゆらゆら、どうなの、あーたまらず。さあ知恵のユーリフレーム、ユーリフレーム、はい余裕の5連勝。いやーね、ユーリフレームの塊。